浅野智也の新刊紹介コーナーです。今回は柴崎智香さんの春の庭、今日の出来事10年後を紹介します。この後柴崎さんにインタビューします。最初に聞きますね、はい、構想自体はだいぶ前からあった。そうですね、はい、3、4年前かな、はい、うん、前にお聞きした時は、はい、最初はこういう感じの話じゃなかった最初は、うん、とにかくその写真集で見た家が、うん、家を見つけてそこに入りたい人の話だったんですよ。だから、うん、でその時はまあ西さんっていう名前もなかったので、うん、西さんでもないんですけど、まあ、今のこの完成した春の庭の中では西さんの登場人物だけの話というか、だったり、うん、日産視点の話だったんですね、うん、でそれがなかなかちょっとうまく進まなくて、うん、1年ぐらい書いたり直したり、うん、戻ってやり直したりっていうのをずっと繰り返したんですけど、うん、で一気に話が動いている。でまあなんか結構ここ何作かずっとそうなんですけど、うん、やっぱり視点をどうするかっていうのが一番の問題で、小説を書いていくときに、はい、まあ、三人称なのか一人称なのかっていうのもありますし、どこに置くか視点をどこに置いて語るかっていうのが、うんうん、その小説がうまくいくかいかないか の結構そうですね分かれ目というかになっていて、それをどこに置くかっていうのを、うん、何回も書き直してるっていう感じですね。でそれを今回も春の庭でもああでもないこうでもないと、最初その家を覗いてるのが私のバージョンもあったし、その私の友達が語ってるっていうバージョンもあったんですよ。西さんに聞いた話としてその家の話を語ってるっていうバージョンもあったり、それをいろいろ繰り返してたんですけど、でやっとその太郎って同じアパートの別ので、西さんとはちょっと属性の違う、ちょっと年も、まあ、近いですけど、うん、ちょっと違って性別も違って、ちょっとこう距離を置いた視線で眺めてるっていうところを語り手に置くことでやっとうまく進んだっていう感じですね、うん、視点がですね、はい、物語を読んでいくと、一点を眺めているようでいながら、はい、僕個人でビューパレス最近の中から視点を外に当てているはずなんですけど、はい、気がついたら違うところを見ているという非常に優越感を味わえる小説だったんです。それは過去であり未来であり現在であり、はい、こう、うん、人と人とのつながりの話なのかなと思わせきは、その、また違うところに連れて行ってくれてる。で、この場の、この場を作ってる、はい、いろんな要素、時間とか人の構造とか背景とか横顔みたいなものが交錯していくのがすごく僕はファンタスティックな感じ。そうですね、だから太郎っていうちょっと離れた視点を置くことによってそれが可能になったのかなと思っています。最初のその入りたい私っていう、その家に入りたい私っていうだけだとどうしてもそこだけのなかなか広がらなかったんですけど、それをこう見てるこの視点をさらに別のところから見てるっていう視点を置くことによって、まずそこも複雑になりますし、立体的になるというか、でそうして書いていくうちに、最初はそのただ家に対する執着的な話だったんですけど、そこからアパート全体というか、やっぱ特にその都会のアパートっていうのは出たり入ったりが激しいというか、隣の人誰かわからないような隣の人が住んでいて、かつその人それぞれの、まあ、人生であり生活があって、で入れ替わる、どんどん入れ替わっていくっていう、その一つの、ビューパレス佐伯っていうアパートと、周りの一区画ですよね、大家さんの家があり水色の家があり、ちょっと誰が住んでるのかわからない家があり、その一区画の話っていう方に広げることによって、一つの場所の
での人の暮らしであり歴史であり、あとまあ地理的な空間の広がりでありっていうのが書けるようになって、それでやっとこの小説の、うん、この作品らしさというか、この作品で、うん、ならではの街の書き方というか、ある場所の書き方がやっとできたような気がします。面白いですねはい、そうですね、なんか その方向に行け持っていくことができてよかったなと。ただこう家に入りたいっていうその執着の気持ちだけじゃなくて、あの、まあ、そう思っている西さんもただその区画だったりそこの場所の歴史の一部なんだっていうことをがっていう書き方ができて よかったんだなと思って、でそのそれを表すために、まあそれぞれの住人の過去が語られたり、あと俯瞰の視点ですよね。やっぱり俯瞰の視点を入れたいっていうのが、まあ、あるのにはと、まあ、ここ何作でも考えていることなんですけど、自分が住んでいる、まあ、自分が町の一部であるっていうことを俯瞰の視点で感じることができるっていう、それはなんか現代ならではの視線だと思うんですよね。俯瞰の視線ってやっぱり100年ぐらい前だとそんなになかったと思うんですね。まあ高い山からちょっと遠くの町を見るぐらいの視線で、やっぱりこうとても高い都心の、まあ、展望台的な場所から見下ろすっていうのはとても現代的な、まだ人間が手に入れて日の浅い視線だと思っていて、日は浅いんだけども近年特にこう Google Earth だったりああいうもので、今もうスマホで自分が移動しているのをこう画面上で見ながら、地図のここを歩いている、この点が自分なんだっていうことをこう意識しながら生活していたりするわけで、そういう、うん、捉え方、自分が生きている場所の捉え方っていうのはやっぱり現代ならではの新しい視線なので、そのことによってやっぱり自分の時間とか空間の感覚も変化しているし、新しく今までにはなかったような街の捉え方っていうのをしていると思うんですね。なんかそれをその視線を、いくつかの、例えば太郎がいつも雲の上にいる自分を想像するとか、あと最後の方は人工衛星というか宇宙ステーションなんかも出てきますけれども、で、まあ、地図もその一つですよね。俯瞰の視線の一つなんですけど、そういうものをいろいろ入れることによって、こう場所の全体と暮らしている街の全体像を捉えるたいなと思っています。非常に心地よかったんですよ。あ、その俯瞰の視線とかですか。はい。この場にいて同じ地平を眺めているはずなのに、はい、なんか何メートル、もしくは何十メートルか上から、ヒストリーというか人の命の流れみたいなのが眺められているという、はい、まあ、これ何だろうなと、ちょっと死後の世界なんですよね。そうですね、はいはい、死者の視点っていうか、まあ、幽霊が世界を見ているような視点っていうのはちょっと近いと思いますね。はい、いかがなのか、やっぱりいろんな文芸評論家の方も指摘されていますように、ちょっと不穏な匂いもするんですね。それが僕は大好きです。そうですね、はい、何か起こるんじゃないかという気配があったり、何か起きそうで起きないというか、まあ、それはやっぱり何よくね、何も起こらないという言い方をされるんですけど、何も起こらないっていう時こそ何かが起こる前でもあるっていう、起こる可能性をいつも秘めている状態なので、何かが起きたらそっちに意識が集中しちゃうんですけど、起きないことによってかえって、いろんなところにある不安定なものにこう気持ちが拡散するというか、そういうところはあるのかなと。あと、まあやっぱり私自身がこう何でしょうね、こう今目の前に見えてるものっていうのの捉え方がそんなに安定したものじゃないんじゃないかっていう考えがずっとあって、いつ何が起こるかわからないし、目の前に見えてるものは
そんな確かじゃない、確かにそこにあるけれども、なんか絶対いつもそこにある安心できる存在じゃないような感じがいつもあって、それはやっぱり、うん、人間ってなんで自分はここにいるんだろうとか、なぜこの自分で他の人じゃないんだろうとか、この別の時代のに生まれなくて、なんでここ今のこの時代に生まれたんだろうとか、やっぱりそういうなんか根源的な自分の存在に対する疑問みたいなもの、やっぱり誰でもまあ差はある、やっぱり持ち続けているものだと思うので、そういうものが、そういう感覚が小説のこう描写の中にも反映されているのかなと思っています。面白いですね。面白いですか、はい、ありがとうございます。その辺をこう楽しみつつ読んでもらえたらなと思ってるんですけど、はい、楽しんで読みます。はい、あの読み返すとまた発見とかあるかもしれないし、はい、思ったと思うんですけど、あれこんな話だっけと思うんですか。そうですね、やっぱり小説の面白さってそこもあって、私も、うん、あのね、好きな小説とか前に読んだ小説とか時間経って読み返すとあれってなりますよね。こんな話だったっけとか、前は気づかなかったところに気づいたり、その時々で自分の感じ方も変わったりしますし、そこはあの小説の持っている面白さでもあるのかなと